第七次大仏外同盟はエルバ島から舞い戻りフランス皇帝に復帰したナポレオン・ボナパルトを打倒するためヨーロッパ諸国が結成した同盟。ナポレオンはウィーン会議が開催されている間にエルバ島を脱出した。3月13日7日の皇帝を経てナポレオンはパリに到着しウィーン会議ではこの行為を違法であると宣言し3月25日にオーストリア プロイセン、ロシア、イギリスは第7次大仏大同盟を結成し、ナポレオンの支配を終わらせるために15万名の兵を集めた。この時の戦いはナポレオン戦争最後の戦いであり、ナポレオンはワーテルローの戦いで敗北し、復興王朝が福井し、ナポレオンはセントヘレナ島を得る在となり、ナポレオン戦争は終結した。ナポレオンは セントヘルナ島で1821年5月に亡くなった。カトルブラの戦い1814年、第六次大仏大同盟諸国との戦いに敗れたナポレオンはフランス皇帝から退位し、5月4日にエルバ島へ追放された。しかし彼は復帰のための計画を練っていた。ブルボン朝の王政復古の政治がフランス国民の反感を買い、 同盟諸国もウィーン会議で対立している情勢を見て、1815年2月26日、ナポレオンはエルバ島を脱出し、カンヌ近郊に上陸した。フランス王となっていたルイ18世は、ナポレオンが舞い戻ったとの一方に驚愕し、ミシェルネーに軍を与えて、捕獲に派遣したが、ネーはナポレオン側へ寝返り、合流して、パリへ進撃した。ルイ18世は逃亡し、 ナポレオンは3月20日にパリに入場、再び定位につき、直ちに軍の動員に取り掛かった。一方、ナポレオンの復活に驚愕した同盟諸国では3月13日にウィーン会議でナポレオン復帰の無効を決定し、3月25日に第7次大仏大同盟を結成してナポレオンを打倒するための軍の集結を開始した。 第七次大仏大同盟に参加した国家は以下の通りである。連合国が取り乱している間、ナポレオンは自身の問題を彼のやり方で解決した。1815年2月26日、イギリスとフランスの護衛官は不在だったので、ポルトフェッダーアイオからフランスのブリック、インコンスタンスに1000名の兵と共に忍び込み日、ゴルフイコールジュアンに上陸した。ゴルフイコールジュアンは、 アンヌとアンティーブの中間にある。1815年3月1日、プロヴァンスの君主主義者を除き、ナポレオンは暖かく受け入れられた。ナポレオンは、プロヴァンス地方の多くを避け、アルプスを経由する道を選択した。この時ナポレオンが通った道は今日では、ナポレオン街道と記されている。誰もナポレオンに銃を向けることはなかったので、彼の部隊は軍隊と呼べるまでに膨れ上がった。 3月5日、名目上は、君主主義の第5不評連帯は、ナポレオンのとに向かった。翌日、彼らは、シャルルド・ラベド・アイエール指揮下の第7不評連帯に加わった。シャルルド・ラベド・アイエールはこの戦役が終わった後、反逆罪によって、ブルボン朝によって処刑された。これらの逸話は、ナポレオンのカリスマ性を説明している。君主主義者の軍が、 グルノーブルのナポレオンの軍の進軍を止めるために展開しているとき、ナポレオンは彼らの前に出て、コートを脱ぎ積みのように述べた。諸君らの皇帝はここにいる。さあ、撃て。これを聞いた兵はナポレオンの軍に加わった。ワーテルドーの戦いナポレオンは諸国に皇帝福井を認めさせるためには、同盟軍を撃破しなくてはならなかった。このとき、 ウェリントン公の率いるイギリス・オランダ連合軍とブルフヘルの率いるプロイセン軍はベルギー方面にあり、オーストリア軍はライン方面と北イタリアに展開していた。ナポレオンは同盟軍が合流する前にかっこ撃破すべくフランス軍主力を率いてベルギーへ向かった。6月15日、フランス軍はリニーの戦いでプロイセン軍を破った。 しかしその側面をつく予定であった、姉軍団が、6月16日のカトルブラの戦いで、イギリス軍によって足止めされたため、プロイセン軍の撃滅には失敗した。プロイセン軍では、ブリュッヘルが重傷を負い、代わって、参謀長ウナイゼナウが指揮を取った。ナポレオンはグルージーに一軍を与えて、プロイセン軍の追撃に派遣し、自身は、ウェリントン公の率いるイギリスオランダ連合軍と、 決戦するために、ワーテルローへ向かった。6月18日、フランス軍72000と、イギリス・オランダ連合軍68000が、ワーテルローの戦いで激突した。イギリス・オランダ連合軍は、フランス軍にじりじり押されていたが、グルーシーの追撃を振り払ったプロイセン軍が戦場へ到着して、フランス軍の側面へ猛攻をかけ、フランス軍は回送した。 プロイセン軍の追撃によって、フランス軍は完全に崩壊した。7月8日、ルイ18世がフランス国王に復位した。フランス革命以降断続的に20年以上に渡って続いた戦乱は、11月20日の第二次パリ条約の締結をもって正式に終結した。6月22日、ナポレオンは再び退位を余儀なくされ、セントヘレナ島へ流罪となった。 復帰からわずか100日足らずで敗北へ追い込まれたことから、この期間をナポレオンの100日転嫁という。A.B. チャンドラー 1966P1015 ハミルトン・ウィリアムズ 1996P59 ローズ 1911P209 アダムズ2011ハミルトン・ウィリアムズ 1996P42 ありがとうございます。